はい、どうも、こんにちは。綾瀬はるか主演天国と地獄、初回 16%、16.8%。だから、約 17% か、後発進。すごいですね。同じ TBS でね、モネちゃんの方がね、11点いくつでしたよね。だからもう大きくリードしてるって感じですね。まあ、ここの時間帯ってね、半沢直樹の時間帯だから、ね、注目されますけどね。綾瀬はるかが主演する TBS 系、天国と地獄、最高な二人。第1話が25分拡大で、初回平均視聴率が 16.8% だったと。1話から好発進と。とね、僕もね、昨日見てたんですよ、実は。これは。めちゃくちゃ面白かったです。うん。すごい面白かったです。綾瀬はるかさんと高橋一生さんって、サイコパスの殺人鬼なんですよ。高橋一生さんが。しかも、ベンチャー企業の社長さんなんですよ。でね、アメリカとかに留学、アメリカにいた時もアメリカでも連続殺人の容疑者みたいな感じでマークされてたっていうのが高橋一生さんなんですよね。綾瀬はるかさんの役ってのは、貪欲なんですね。手柄を立てたがってる、評価されたいような感じの、割と正義感の強い。でもなんかいまいち、こう、やりきれてないっていうような警察官だったんですよね。でも、昨日追い詰めた。です。その猟奇殺人の高橋一生さんのところを追い詰めたところを入れ替わっちゃうっていうのはすごい奇想天外な話なんですけど、僕的にはね、これね、わかんないです。1回目しか見てない、まだ1回目だからあれなんですけど、入れ替わんなくてもいいんじゃないのかなっていう感じに面白かったんですよね。入れ替わんないでこのまんま高橋一生さんがサイコパスの殺人鬼のまま綾瀬はるかさんが追い続けるっていうような展開でも見たいなって思ったんですよ。でも入れ替わっちゃったんで、全然先が読めない展開なんですけどね。入れ替わって思ったのは、とにかく高橋一生さんがお姉みたいになったんですよ。まあ入れ替わってますからね。中身が綾瀬さんになったわけだから、女になるわけですけど、お姉の役がね、すっごいハマってんですよ。うまいんですよね。もう完全にお姉にしか見えないんですよね。お姉っていうか、まあ、女役なんでしょうけど、お姉なんですよ、完全に。だから、あのお姉の役がまた見れるかなって思うのは楽しみです。あとね、綾瀬さんはね、逆にね、やばい役っていうか、やばい、こう、ぶち切れてる。まあ、だからその表現具合が、やっぱこの人の演技力っていうんですかね、すごいなと思ったんですけど、ガラッと本当に雰囲気、オーラとか目つきまでぐっと変えてったんで、綾瀬はるかさんはすごいな、すごい大女優だなっていう、率直な感想。ただ、もう本当に僕の気持ちは、高橋一生さんのお姉に全て持ってかれてるんで、またあのお姉がどんな感じになるのかっていうのが見物ですよね。面白いです。ボス恋と共にですよ。ボス恋と2つ TBS で今、連続で見たい、毎週楽しみにできるドラマができたっていうのが一つのね、喜びです。なので、また楽しみに見ていこうかなと思っております。な感じです。ではでは。